はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということでやっていこうと思うんですが、今回はこちらですね、5月30日、23時59分までのゲリラ無料ガチャとして、エピナギのねサポカ、リミテッドフェスガチャ来てますよということで、今回はねこれをちょっと引いていきたいかなと思います。でこの2枚のサポカ一応ね5月いっぱいの期間限定ってことなので、できれば期間内にもうちょっと、重ねたいかなと思ってるんですが、どうなるでしょうねということですね。はい、ということでじゃあとりあえず、単発のね選手のガチャから行ってみましょう。いけ。さあ、イサギ乱入なし、金玉ならずの、左ですね。これはちょっとダメそうなやつ。ほい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 。はい、続いて、じゃあ、チケットの方もね、引いちゃいましょう。いきます。さあ、こっちも急ぎ、乱入なし。まあ、金玉、ならない。金玉ならずの左。これは、さっきと一緒でちょっとダメそうですね。まあ、せめてステーキがあれば嬉しいかなぐらいの感じですが。まあ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 、餃子多いのも悪くはないけどね。はい、ということで、じゃあ本命のやつ行きましょうか。こちらですね。ブルーロックエピソードなぎ公開記念リミテッドフェスガチャ。まあセルフのピックアップはこれでいいかな。まあできれば、アニバの、ああでも誰外すか微妙だなこのメンツだと。まあこのままでいいか。そうね。まあ基本的には 2.1% で期間限定サポカーが出るので、まあ、セルフのピックアップの方は、デフォルトのね、新しいやつからの、新しいやつから2、4、6枚のやつでいいかな、ということで、行ってみましょう。行きます。さあ、来い。簡単に思い描けたしの方を、もうちょっと重ねたいんだけどね。さあ、黄色は微妙だな。どっちだ？青だと絶望するが、黄色だったら1枚ぐらいあるんじゃないかと思ってしまうが、一発目外し、二発目もなし、最後の1枚に期待。さあ、あ！ダメかー。ダメっすねー。まあ、スーパーチャンスになって、4.2% ねー。ということなんですが、まぁ、ちょっと今回はここまでかな。追撃するつもりは、まぁ、なかったからね。ただ、劇場版公開記念、ガチャポイントの交換所、150ポイント超えたので、まぁ、なんか150ポイントで変えられるやつ、変えたいかなと思います。150で今変えられるのが、オシャとザッツオールと、シドウとイマジナリーフレンド、そして、エピナギの、ナギと、レオですね。そして、ヘタクソもか。このあたり、150で交換できるんですが、というかまああれか、一応他もね、150で1回は交換できるようになってるんだよね。ピナギ公開記念の、ポイントに関してはね。ということなんですが、さて、どうしようかな。まあ基本的にはね、新しいのを重ねるのがいいとは思うんだけど、あれ、オシャとかシドウとかって、今、あんまりとつれてないというか、ガチャからあんまり引けてないんだよな。そうだね。オシャもシドウも。いや、オシャは50で、シドウが一応55か。まあ、シドウを取ると60にできる。まあでも65にならんとそんなに、まあ一応60で解放されるのは、ブルーロックマンシュート練習の SP、スペシャル練習率アップ 30% か。なるほどね。で、オシャ55は、まあ、50から55はね、そんな大差ないからね。ここの2人よりはサポカかなという感じもしてくるんだけど。
ザッツオールかな。ザッツオールはね、一応65になってるから、まあ65から70はそんなに大差ないでしょうの、場所ではあるんだけど、まあ80をね、早く目指そうぜっていうことで言うなら、ザッツオールが無難な気もしてるんだよね。下手くそはどうだったかな。下手くそは、50か。イマジナリーフレンドも50。この辺もね、ちょっと強いと言えば強い部類のはずなので、どうしよっかな。まあでも一番、いやそうなんだよね。だから、65未満を65に持っていくのと、65以上をね、80目指すのと、どっちがいいかなという話ではあるんだけど、まあ今、キック環境ではあるし、ちょっとザッツオールを重ねるも、あー、まあでもね、キックのカードいっぱいあるから他を上げようっていう話もなくはないか。悩むね。そうだなぁ。いやー、ザッツオールか。ザッツオール、80になれば、あー、80でスペレクトスタミナか。はいはいはい、なるほどね。これ12倍なんだよね。まあ、貫突目指してザッツオールと変えておくか。まだまだ先だけど。はい、ということで、まあちょっとね、劇場版公開記念ガチャポイントに関しては、ザッツオールと交換しておこうと思います。まあちょっとエピナギサポカの2種類はね、ちょっと収穫なかったですが、まあしゃーないかな、これは。そうだね。のろしは一部だからな。かといってこっちはまあ全枠 7%、 全枠 10%、 全枠 13% って思うと、これもね結構魅力は魅力なんだよね。ただ3回限定だよと。エピナギサポカだけのことを考えるなら別に赤スーパーチャンスで追撃する方がいいような気もしなくはない。っていうかまあどっちにしろジェムがないから、そうなるとっていう話になっちゃうんだけど、まあしばらくしてないっちゃしてないけどね。しばらくしてないっちゃしてないけど、まあ1回や2回でどうなるってわけでもないからさ、ちょっとなーってとこですね。結局いやーちょっと厳しいよなまあ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 、ザッツオールだけちょっと70にしといて、そこまでかな。簡単に追いかけたしだけはね、ちょっと悔いが残るような気もしちゃうんだけどね。メイドバローの時みたいに。レベル70でキックサポートが並んだな。期間限定サポか、そのうち復刻とかないかなとか思わなくもないんだけど、まあ今期間があるやつに関してはそんなこと思うなら今引けよっていう話でもあるから、なかなかね。でね、一応俺が、現状ね、ガチャさんのサポカで貫突してるやつっていうのが、覚醒と奪いに来いで、一応どっちもね、キックのサポカだっていうこともあるんだ、あって、まあ、キックはね、いやーでもね、明らかにあの2枚よりこっちの期間限定、バローとか、ピナギのね、簡単に思い描けたしの方が強いから、おそらくね、貫突してるこっちの2枚より、レベル80の、期間限定サポカーの方が強そうだからね、その辺も含めてちょっと、もう少し突っ進めたかったなと思うけど、まあでも今回のゲリラ無料でも出ないようだとちょっと80目指せないかなという感じですかね。まあだからね、いざという時のためにもうちょっとジェム貯めとくべきなんだよね、きっと。と思いつつ、つい引いてしまうっていう。
いやー、まあまあまあ、わかるけどね。ダブルラックとかだったらしょうがないけど、それ以外だったらね、ちょっと、多少ジェムが増えても、使わずに取っとくべきなんじゃないかっていうのは、常々思ってるんだけど、結構ね、ゴールドジェムとか、メモリアルジェムとかね、期間限定ジェムで、なんか、普通のブルージェムも削りに来るようなね、なんか、せこい戦法もやってこられてるから、なかなかジェムを貯められないっていうね、そんな感じですかね。はい、ということで、まあ、今回はね、ゲリラ無料ガチャ引いてみましたが、ガチャ自体からはちょっと収穫なくて、まあ、交換所、でね、ザッツオールの方は、ゲットできましたが、とりあえずそれぐらいという感じですね。はい、ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。